皆さんこんにちは、根本です。今日は筋肉をつけていくためにタンパク質が必要ですが、タンパク質を体内に取り入れるポイント、1日どのように食べたらいいのかというお話をさせていただきます。でタンパク質の特徴としてですね、1回の吸収にこう限界があります。どんなに焼肉などをいっぺんにですね食べても一定の量以上に吸収ができない。そして脂肪にですね変化してしまうということが分かっています。特にトレーニングをしている人はですね、タンパク質1日どれぐらい取ればいいのか、体重 1kg あたり約 2kg 以上必要だと言われています。体重がですね、例えば 60kg の方なら最低でも 120g タンパク質が純粋に必要だということですね。これぐらいの量でも豚肉の生姜焼きっていうとですね、6人前ぐらいになるので、なかなかですねそれだけの量を1回や2回の食事で食べられません。で必要量をですね効果的に摂るために、3食と別に2回から3回ぐらいですねタンパク質の摂取を分けて摂ることが有効です。もちろんですね、十分以上に摂りすぎちゃうとその分ですね脂肪に変化してしまうので注意が必要です。特にトレーニング後のタンパク質というのがですね、結構今スポーツ業界でも常識になっていますが、タンパク質がですね、筋肉が壊れて修復するためにタンパク質の合成が必要ですが、そのタイミングがトレーニング直後ですね、すぐ取る方がいいということが分かっています。できるだけ早いうちにタンパク質を取った方がいいのですが、トレーニングのですね回復を早めるためにもですね、体の疲れを取るためにもタンパク質の合成が必要だと思います。そのためにですね、先ほどお話した生姜焼きのお話しましたよね。そのプロテインをですね上手に使うというのが、今最近の常識だと思います。注意点として、タンパク質でもですね、魚でも肉でも脂肪が多く含まれている場合があります。脂肪が少ない肉でもですね、料理の仕方によっては油でですね脂肪がオーバーする場合があります。ですからフライ、天ぷら、カツとかですね、脂肪が多い、こういったものはですね注意が必要ですね。で魚でもですね、トロなんかよりも赤身の方がですね脂肪分が少なかったりします。そういったところも考えて取ってください。筋肉をですねつけるためには、筋トレで先ほどお話したように筋肉を破壊して、トレーニング後にタンパク質を補給する、そして筋肉が合成されていきますが、もう一つ重要なのが休養です。睡眠ですね。ですから筋トレ、タンパク質の摂取、そして睡眠、この3つのですねサイクルがこう回っていくことで筋肉が発達していきます。で男性がですね70キロでトレーニングされている方がですね、1キロあたり約2グラム必要だということが先ほどお話ししました。これをですね食事だけで摂るのは本当に大変なので、プロテインをですね有効に活用していただきたいのですが、例えばですね、私70キロぐらいですが、タンパク質で体重70キロだと生姜焼きがですね7人前必要になります。ですからそれだけですねタンパク質なかなか7人前摂ることができないので、プロテインを3回ぐらい摂るようにしています。それだけですねタンパク質を補給することがトレーニングと筋肉の肥大に必要だということですね。で私がおすすめしているプロテインはですね、3キロで5000円程度なので、1キロあたり1600円ぐらいの値段でかなりコスパがいいですね。これをですね、例えば1回のタンパク質の摂取でコンビニに行くとですね、最近購入できますが、プロテイン入りのゼリー、チョコレートバー、こういったものだとですね3倍からもしかしたら4倍ぐらいかかるということで、コスパとタンパク質量がですねしっかり取れるということで、私はパウダーをおすすめしています。コストがですね抑えられている部分と、もう一つはですね、大手のプロテインだと人工甘味料
とか着色料がですね、飲みやすいようにすごい大量に使われています。ですので、プロテインの商品も選ぶということがコスパと体の方にも優しい条件になります。で、私のパーソナルトレーニングを受けたクライアントさんにはですね、そういった、直接質問をしていただくと、そういったプロテインもですね、おすすめしたりしていますが、先ほどお話したパウダーがいいと思います。で、タンパク質以外のですね、食事のバランス、これを最後お伝えしたいんですが、気をつけなければいけないのは、三大栄養素の構成比率ですね。バランスよく摂取することが一番やっぱり大切ですね。特に注意しなければいけないのは、先ほどからお話しているタンパク質がすごい重要ですが、例えばですね、それ以外にタンパク質も取って脂質も取りすぎちゃうと、どうしても太ってしまうわけですよね。この比率が大きく崩れてしまうと体調が崩しやすいということです。で、最近多いパターンとしては、タンパク質、脂質、糖質。この部分でですね、糖質を制限したりとかしている方も多いですね。目安としては、タンパク質を 10% から 15%、脂質を 25% から 30%、糖質は 50% から 60% ぐらいは取った方がいいという食事摂取基準があります。比率で言うとですね、タンパク質が2、脂質が3、糖質が5ですね。こういった形でバランスよく取っていただくと、健康を保ちながらですね、体を作っていくことができます。タンパク質と脂質の比率をですね、ちょっと変えたりとかっていうのは、シーズンによって変えるメリットはありますけど、基本的な部分でバランスよく取ってくださいということです。今回のはですね、筋肉を育てるためのタンパク質の取り方についてお話しいたしました。それでは最後までご視聴ありがとうございました。